カムイコタンを流れる石狩川、道上カムイコタンに架かる、カムイ大橋ハカムイコタン、駅舎カムイコタン、大穴群地図カムイコタンは、北海道旭川市にある地区の名称であり、また、同地区を流れる石狩川の急流を望む、継承地の名称。地名は、アイヌ語のカムイコタンのお問い役である。石狩川両岸が美しい景勝地であるとともに、稀な景観でもあることから、 朝日川八景の一つに選定されている。石狩川が上川盆地を抜け、石狩平野へと流れていく途中の渓谷にあり、川の流れは細くかつ急になっている。川の最深部は水深70メートルにも達すると言われている。水上交通に依存していたアイヌにとっては最大の難所であり、しばしば犠牲者が出たこと、あるいは無事な通過を神に祈ることから、 カムイコタンという地名になったとする説がある。地区内には北海道指定史跡のカムイコタン縦穴住居遺跡やストーンサークルなど縄文時代に遡る遺跡群が点在し、古くから集落が存在していたことが示されている。1898年、石狩川の北岸に沿って函館本線が開通し、1901年にカムイコタン駅が設置されたのに伴い、 対岸の集落との間に当初初めての橋となる牧橋が架けられた。現在は1938年に建造されたカムイ大橋が川の両岸を結んでいる。1969年、函館本線の線形改良によってカムイ小谷駅が廃止された。現在は9線跡がサイクリングロードとなり、駅舎も復元されて休憩所として利用されている。 旧駅舎は旭川市指定の有形文化財でもある。旧国道12号が石狩川の南岸に沿って通っていたが、1983年にカムイコタントンネルを通る新ルートに切り替えられた。紅葉の名所でもあり、毎年秋分の日にはコタン祭りが開催される。なお、2008年1月19日に最低気温摂氏47.2度を記録したが、後に、 危機の故障によるご表示であることが確認された。当地は地学の分野でも注目されている。川岸には小石が川床を侵食して形成されたカムイコタン大穴群があり、旭川市指定天然記念物となっている。北海道を南北に分断する特徴的な構造体は当地を縦断し、カムイコタン構造体の名で知られる。2007年には、 カムイコ大渓谷の編成岩が日本の地質百選に選定された。上記のように石狩川が急峻な流れを持つことから以下のような伝承が生まれたと言われ現代に伝えられている。かつてこの地にはニンネカムイが住んでいた。ニンネカムイで悪神、魔人と訳される。ニンネカムイはこの地に大きな岩を投げ込み往来するアイヌを溺れさせようとした。 ヌプリカムイが見とがめて岩をどかすがニンネカムイは怒ってヌプリカムイと争った。英雄サマイクルがヌプリカムイに加勢したためニンネカムイは逃げようとしたところ川岸の泥に足を深く沈めてしまい動きが止まったところでサマイクルに切り殺された。川岸に残るオウアナ軍はその時にニンネカムイが足を取られた後であるという。また周辺にはニンネカムイの首や サマイクルのトリデとされる祈願が見られる。ありがとうございます。